名古屋に重さ5キロの特大ひつまぶしがある。うちのひつまぶしはよ、どれがすごいでよ、食べれるもんなら食べてみや。威勢のいい名古屋弁で挑発するご主人のお店は創業60年のうなぜん。すごいメガ盛りがあると聞いてきたんですけど、名古屋城みたいにね、どれがでかいのがあるんだろう。それでは名古屋城を彷彿とさせるデカすぎるひつまぶし登場まであと30秒カウントダウン。使用するのは国産のうなぎ6匹、ふっくら焼き上げたらボウルに敷き詰め25分のご飯をパンパンに詰めていく。それを特大のおけにドカーン。さらに1.5 合のご飯を追加し、うまきをトッピングすれば、食べた。いただきます。いっぱい入ってる。お待たせ。これが名古屋城ひつまぶし。うわ。食べたいな。でも。これあ、確かにこれ金の社長庫に似てる。名古屋名物を贅沢にメガ盛りした、その名も名古屋城ひつまぶし。うまきで金のシャチホコ、うなぎで石垣を表現したこだわりの一品。ちょっと分かりませんでしたけど、その量は通常のひつまぶしのおよそ15倍。重さはヘビ級の5キロ超え。果たして重さ 5.4 キロの特大ひつまぶし制覇なるか。東海道メガ盛り3連発。まず巨大ひつまぶしに萌えあずが挑む。いただきます。萌えあずたいひつまぶし、いきましょう。スタートです。中村雄二さんの座を狙ってるの。あと狙ってるんすか。恐ろしい男だよ。いいな。このタレが、ま、濃すぎずちょうどうなぎによく合う。うなぎ大好物やから。本当だよ、いつも高いのばっか食べてんだから。でも私たちに譲ってくれればいいのに。2人も羨む夢のようなメガ盛り。ところでなぜこんな巨大なひつまぶしを作ったのか。2012年に名古屋城築城400年を記念して作りました。名古屋城を再現するならできる限り立派にしないといけないという思いからこの大きさになりました。まだでも4分の1とはいえでかすぎるひつまぶし。開始から30分半分を食べたところで、もうちょっと第一次満腹期来ちゃったから、なんかちょっと味変半分でしたい。お茶漬けのご用意しましょうか。あらひつまぶしやね。ひつまぶしやから。でかすぎる。どうやってもやすね。お湯の分ね。さ、出汁足したら、うん、出汁分の量が増えるんだよね。そうだよ。でも美味しい食べ方をいろいろしたいから。しました。いける？そう、飽きは回避できるが、その分食べる量は増えてしまう。この作戦、吉と出るか凶と出るか。うなぎの香りが一気にぶわっときた。これを2杯でいいわ。おいしい。マジか。うわ、これでも出汁でこのうなぎがまたとろけて。やらなくなりますね。名古屋行きたい。絶品の出汁茶漬けで一気にペースアップ。このまま完食かと思いきや、ここで思わぬ事態が。何？なんだ？ほら。うなぎがあと3枚しかない。うなぎに浮かれてたけど、ご飯だけって結構辛いの。確かに。うーんとちょっとなんやけど、ちょっと辛くなってきちゃったな。そんなこともあろうかと、今回番組はある秘策を。え、どうした？お父さんから手紙預かっておりまして。手紙？苦しくなった時に読んでほしいと。新たな展開。ピンチの萌えあずに父から応援メッセージ。手紙を読むのは、あずへ。小さな頃は白いものしか食べなかった。店長が何で店長や。特にイカそうめんが大好きで、4人前を一人で食べていましたね。そんなあなたもすぐすぐと成長して、小学校高学年の時は中華料理のフルコースを食べた後にごま団子を20個も平らげる、とても健康な子に育ってくれました。エリートなんだ。体にだけは注意して元気で頑張ってください。父より。なんで店長が読むの。パパ全然泣いてないです。なんか笑って
泣いてないよ。父からの感動の手紙で萌えあず完全復活。開始から1時間13分ついにトロをかけた。さすが。じゃあ最後いきます。うわ、1人で食べた。好き。いった。うわ、まだ余裕あるそうですね。まだ同じだ。まだ食べる。だったら食べる。燃えあず 5.4 キロの巨大ひつまぶしを完食。3連勝しよう。 Yeah.